ちょっと待っててね。やっぱり僕の予想通り、ここにはいろいろと細工がされてるみたいだ。細工って何か見つけたのか？焦らないで。手がかりを分析する前に、まずはいわゆる高所脱出マジックというものについて説明するよ。このマジックの演出者は観客に注目されながらマジックボックスに入る。宙に吊られたマジックボックスは揺れ、しばらくするとボックスの底面が自動的に開くんだ。そこでマジックボックスからはダミーの人形が落ちてくる。でも観客はそれがダミーだと知る術がないから、落ちる人形に注意を引かれ、思わず悲鳴を上げてしまう。するといつの間にか人混みに紛れ込んでいた魔術師本人がタイミングを見計らって登場し、大げさに怯えたふりをしてみせる。神よ、私はどうしてあそこにいるのだ。もしや私はもう死んでしまったのかってね。まるで目に見えるようだぜ。それで観客たちの目線はおのずと魔術師に注がれる。気づけば地面にあるダミーはすでに消え、見たばかりのはずの出来事はまるでただの幻のように感じられる。もちろんこれはあくまで僕が推測した一般的な流れに過ぎないけど。 Warum denn nur eine Hypothese? だってこのマジックを発明したセサルはそれを完遂できなかったからね。マジックボックスが開いた時、落ちてきたのはダミーじゃなくて彼自身だった。そうして彼は歌劇場の屋根の上から地面に落ちた。神の目を持たない彼はただの一般人だから、あの高さは彼にとって当然致命的なものになる。彼が死んだ後、このマジックを試そうとする者は二度といなかった。今の話も僕が工房にあったアイテムやノートから推測したものさ。つまり今まで誰一人として高所脱出マジックに成功したやつはいないってことか。ついさっきまでいつか自分の目でそのマジックを見れたらいいなって思ってたけど、そんな危ないマジックならやっぱりむやみにやるのは良くないよな。So gefährlich klingt er jetzt eigentlich gar nicht, oder? Also ich meine, das müsste ja nur ein Zauberschrank sein, wie damals schon bei dem, bei der Vorführung von Lenny mit zwei, oder mit einer Trennwand, sodass er einmal reingeht, dann, wenn es geschlossen wird, durch die Trennwand verschwindet, dann irgendwie nach unten abhaut, bevor das Ding hochgelassen wird, während die Attrappe schon drin ist. Dann wird das Ding hochgefahren, er geht währenddessen unter der Bühne irgendwo lang, schleicht sich unter die Zuschauer, dann fällt das Ding raus und dann sagt er, hallo, hier bin ich und fertig.そういえばマジックボックスからダミー人形が落ちるって言ってたけど、本物の魔術師はどこに行ったんだ？どうやって脱出できたんだよ。いいところをついたね。その質問に答えるにはマジックボックスの秘密について説明しないといけない。今目の前にあるのがセサル自身が作ったマジックボックスだよ。見た目ほど簡単なものじゃない。中には魔術師自身にしかわからない仕掛けがあるのさ。魔術師がボックスに入ると、ボックスは宙に吊られているわけだから、観客たちからはかなり固定的な範囲しか見えない。きっと観客たちは箱の正面、側面、それにそこしか見えなかっただろう。マジックボックスの後ろと蓋の部分については、完全にその盲点となるわけさ。この時、魔術師がボックス内部のボタンを押すと、観客からは見えない箱の後ろにある隠し扉が開く。魔術師はチャンスを見つけて隠し扉から脱出し、屋根の上に戻ってから観客たちがダミーに注目している間にこっそり地面へ降りるのさ。そんなに簡単なのかよ。説明を聞いてたらオイラにもそのマジックができる気がしてきたぜ。それほど簡単じゃないよ。このマジックにおいて一番難しいのは観客たちの感情をコントロールすることさ。そのためには追加の演出がたくさん必要だ。落ちるダミー人形、再登場のタイミング、大げさなセリフ。演じる前に魔術師は自分の体を縛ることさえするかもしれない。そうやって観客たちの脱出できないという印象を強化していくんだよ。
長く研鑽と訓練を重ね、無数の努力をたった数分間のショーに集結させる。予想外をサプライズに変えて観客を笑顔にするんだ。セサルはかなりマジックの心得があったんだね。でも残念ながら実現はできなかった。一体セサルの身に何があったんだよ。リネ、ここに細工があるって言ったよな。まさか事件の経緯がもう分かったのか。うん、大体はそういうことだろうなってね。10年前の資料を調べたことがある。セサルが事故に遭った時に使ってたマジックボックスの中にはギミックのボタンは右側に設置されていた。実際人々の前でもセサルはいつも右手を利き手にしていたようだった。何の問題もなくないか。でもこの工房の中では大多数のマジック道具のギミックは左側に仕組まれてるんだ。ここのマジックボックスを含めてね。僕が思うに本当は左利きだったはずだよ。Ich weiß jetzt aber nicht so ganz, worauf du damit hinaus willst. 魔術師たるもの、目立つ習慣を持ってはいけないからさ。例を挙げると、一般人は何かをやるとき、自然にその最も重要な部分に目線を向けてしまう。必要以上の注目を避けるため、魔術師は逆にあえて自分の視線を制御する必要があるんだ。マジックの真髄は虚実の入れ替えだからね。真の部分を警戒されてしまったら虚の部分も隠しようがない。セサルは何としても己の習慣を大部分の観客と一致させる必要があった。右手を無理やり使うのはそのためのやむを得ない犠牲だったんだよ。偉大なるマジックにはいつもそれ相応の代償がつきものなのさ。それでもすごく焦ったり緊張したり、周りに他の人がいなかったりするとやっぱり無意識に左手を使ってしまう。これも彼がギミックを操作するボタンを左側に設置した理由でもある。Und vermutlich hat das jemand gegen ihn ausgenutzt. ああ、そう考えてるよ。脱出マジックの時間制限はかなり厳しい。セサルはわずか数秒間の間にボックスの隠し収納を開け、観客の注目を引くためのダミーを出してから隠し扉を開けて素早く逃げる必要がある。でも彼はきっと十分な自信があっただろうね。何せ何度もリハーサルを重ねてきたんだ。考える必要なんてなく、体は無意識にやるべきことをやってくれる。彼は隠し収納を開けてダミーの人形を取り出し、全てが手順通りに進んでいることを確認した。左手はボックスのボタンへと伸びる。しかし突如彼の心臓はギュッと掴まれたかのように緊張する。ボタンがあるはずだったところに何もない。指先から馴染みのある感触が戻ってこないんだ。セサルには現状を整理するための時間が必要だった。無意識に左手はあるはずだった脱出用のボタンを探り続けてしまう。おそらく 1,2 秒かけてしまったんだろう。すると箱の底が自動的に開いてしまった。そんなレベルの危険なマジックだからね。たった1秒や2秒の迷いでも全てを崩壊させるには十分だ。警察が調べても手がかりはつかめず、セサル自身がミスをしたとしか結論が出せなかった。つまりマジックボックスを入れ替えたやつこそ真犯人ってことか。でも気づかれないようにこっそりショーに使うマジックボックスを入れ替えるなんてそんなに簡単なことじゃないよな。彼の本当の利き手を知り、かつ無理なくマジック道具を入れ替えるなんて、きっと彼と親しい人間にしかできないだろうね。そうでしょ、ロレンツさん。君たち、本当に余計な世話を焼くのが好きだな。10年前に死んだ魔術師のことなど、誰も気にかけやしないだろうに。君たちに手を出すつもりはなかったよ。新しいトラブルを生んでしまう羽目になるからな。Eigentlich wollte ich euch nichts antun, sprach er, nachdem er schon 4 von seinen komischen Lackaffen losgeschickt hat. Chance war da. Ach, da sind sie 4 Lackaffen, ja. あの女と同じように引けばよかったのに。
本当に失望したよ。あ、セバのことか？あいつを脅してたのはやっぱりお前だったんだな。ああ、そうだ。彼女は堅くなな態度は取ろうとも面倒は生まない。対して君たちと来たらセサレと全く関係がないくせしてしつこくこの件を調べようとしている。命が惜しくなければここに散るがいい。Das glaube ich natürlich. 行け！速攻で終わらせろ！いや、そうだ。お前なんかにやられてたまるか！Beim letzten Mal schon nicht geklappt. サプライズだよ！かかれ、糸よ、工作せよ。いや！ガンザンハチク！風を知れ、雲が借りなく時、風の重く終わりで、撤収、捕まえた。おのれ、君たち。まだ続けるつもり？ロレンツォさん、連れてきた人は全部倒れてるけど、さてこれでお話できるよね。ちょっと聞きたいんだけど、なぜセサルを殺した？セサル、その名を何度口にすれば気が済む。皆口を開けばセサルのことばかり。この私こそ真のマジックの天才だというのに。Lass mich raten, zuerst war er eifersüchtig darauf, dass er vielleicht teilweise ein besserer Zauberer war als er oder mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und der Schlusspunkt, der bei ihm das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, als er die Gemma abbekommen hat. Wetten? Kodomotamashi no Magic schka dekinai hampamono no doko ga ii? Watashi ga Magic o totoi geijutsu ni shiageta no da. Kizoku tachi mademo ga kono watashi o uyamau hodo ni da. Shitto ka?嫉妬だと？剣王の間違いだろう。私はセサルが嫌いだ。あいつはまるで人生にはマジックしかないかのようにマジックを全てだと思っていた。路上でのショーに没頭し巡回公演なんかやって金儲けのことは一切考えていなかった。マジックなんて所詮は騙しだ。金を騙し取らずして何の意味がある。だが人々は誰もそう思ってはくれなかった。あいつを尊敬し弟子であり助手でもある私には見向きもしなかった。一番聞き飽きたのはあなたの師匠はすごい人だという言葉だ。あいつのどこが偉い？貧乏なくせに。他のマジシャンの弟子は師匠についていけば贅沢な生活ができるが、私は違った。技術は山ほど身につけてきたのに、普通の生活しかできなかった。Meine Güte, bist du ein Jammerlappen, Alter. Mein Geld verdienen hättest du auch noch mit deinen Zaubertricks abseits von ihm. Also, ich glaube nicht, dass dich durch für Geld angebettelt hat oder so. Also, das ist ja totaler Quark, ja.Und deswegen hast du ihn getötet? Magic を使って金を騙し取ることは、あいつに厳しく禁止されていた。何せあいつはそういうことを嫌ってたからな。だが、あいつはフォンテーヌでは結構人望があった。あいつが死なない限り、私は才能を発揮できない。あいつが私を破滅させるからだ。殺すしか。他に方法はなかった。そうだ、そうするしかなかった。他に理由はないのか？この理由で十分だった。もっと別の理由があるかと思ってたけど、例えば君はジェマさんが好きだったのに、ジェマさんはセサルの婚約者だったからとか。ジェマが好きだと？冗談じゃない。そうか。じゃあ僕の勘違いだ。話題を変えよう。
君が怪盗マーテンだったんだね。ああ。セセルは私に厳しかった。正しいと思うことを私にもしてほしいと、あいつはいつもそう指導してきた。例えばマジックでみんなを笑顔にするとかな。だが、私はあいつの考え方が気に食わなかった。マジックがもたらす実際の価値の方が大事だと思っていたから、多くの宝物を自分のポケットに入れた。Gott, oh Gott, bist du eine lächerliche kleine Witzfigur, Junge, ey. Ich habe gehört, dass der Diebzirbel beim Stehlen nicht zwischen Arm und Reich unterscheidet. So, da! Kaito Martin が盗むのは他の人が大事にしてるものだけで、その価値は気にしないって、この前シャルロットから聞いたぞ。あれは他人が勝手にそう解釈しただけだ。何でも盗むわけがないだろう。ターゲットはいつだって高価なものだけだった。安いものはただの練習さ。それで怪盗だと思われるとは、とんだ茶番だったな。なるほど。審判を受けるときも、君はそう発言するつもりなのかい？他に選択肢はあるか？君たちは私に噛みついて話さないし、ここまで調べられたんだ。君たちを排除しようとしたが、それも失敗に終わった。もうどうしようもないだろう。これでいい。この10年、権力と富のメリットは十分に楽しめた。どれもセサルが与えてくれなかったものだ。悔しいが、もう心残りはない。分かった。それじゃあ警察隊を呼んでくるね。旅人パイモン、ロレンツォを見張っててくれ。この後工房の外で合流しよう。Was für ein armer, kleiner, unbedeutender Wicht. Hat er noch was zu sagen? これでやっと気を抜ける。ことの経緯はリネさんから聞いた。ロレンソ、あなたはセサルを殺害し、該当の罪を着せたことを認めるか？少しは良心が残ってたみたいね。弟子が師匠を殺すなんて、なんてこと。審判を受けなさい。やっと一段落だな。リネ、これからどうするんだ？明日のマジックショーの準備か？そうだね。まずはリネットとジェマさんと合流するよ。ロレンツォも逮捕されたから、ジェマさんが脅されることはもうないと思う。そうだな。この情報をジェマに伝えに行こうぜ。そしたらあいつも安心できるよな。Ja, auf der einen Seite wird sie das, denke ich mal, beruhigen, weil sie jetzt nach ewigen Jahren erfahren kann, dass jemand unschuldig war. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es auch nicht so leicht zu verarbeiten sein, herauszufinden, dass der eigene Schüler von ihm das war, der den ganzen Kram abgezogen hat. Amai! Oh, okaeri. 今回は早かったのね。まだ3個目のデザートを食べ終わったところだ。<Stück. 笑>もう3個目かい？リネット、食事のバランスには気をつけるって約束だろ。こんなにデザートを食べたら夜ご飯が何も入らなくなっちゃうよ。大丈夫。運動モードに切り替えて、ランニングで余計な糖分は消費するから。そうそう、まったくへりくつを。はあ、仕方ないな。次はないからね。わかった。あなたたち大丈夫だった？もちろんだぜ。ロレンツォってやつなんか全然相手じゃなかったもんな。もう警察隊に逮捕してもらったぜ。そう、よかったわ。ごめんね、
実はこの前まだ完全に信用してたわけじゃなかったの。ロレンツォのことも疑ってたけど、私分かってるぜ。脅されてたんだろ。オイラだってそう簡単に知らない奴のことは信用しないぞ。でも心配するな、もう大丈夫だ。ごめんね、ごめん。ちょっと歓喜は待って、この日を長く待ち望んでたから。ずっとロレンツォを告発しようと思ってた。彼はセサルの遺産を全部持っていったから怪しいと思ってた。でも誰かに狙われてる気がして、それ以上のことは調べられなかったの。本当に怖かったわ。彼らに殺されてしまったらセサルの墓参りをする人がいなくなってしまうでしょ。それでずっと打ち明ける勇気がなかったの。ありがとう、本当にありがとう。Auf Lenas Vorschlag hin geht er zum Friedhof, um Lorenzos Verhaftung bekannt zu geben.